あ、エビナちゃん、おはよう。あの、お兄さん、秋田からまたお米が来て。いつもありがとう。食べ過ぎないようにしなきゃ。エビナちゃんはいつも何を作るの？あ、炊き込みご飯はどうでしょう。あ、いいね。手伝ってもらっちゃってごめんね。助かるよ。お兄さんと一緒に台所に。これって前にキリエちゃんが言ってた。男性は胃袋を捕まえて落とすそうです。つまり料理です。太平さんに手料理を食べさせがっちり捕まえるんです。捕まえるって無理だよ。がっちりがっちり捕まえて。エビナちゃん、俺は鶏肉と野菜を切るからお米を研いでもらえるかな。はい。近い。がっちり。キリエちゃん、私やっぱり無理だよ。エビナちゃん大丈夫？エビナちゃん、こら埋まる。エビナちゃんびっくりして倒れちゃっただろう。怪我したらどうするんだ。よくわかんなくて。ごめんね、エビナちゃん。怪我してない？ふまる、本当は料理できなくて。捕まえるつもりが、捕まっちゃった。うん？